それにちょうど来たみたいよ。見つけたよカズ兄。窓か。こんなこともあろうかとカズ兄に発信機をつけておいてよかったよ。え、どこ、どこに。ずいぶんと舐めたことしてくれるじゃない。ここが私の秋山忍の部屋だと知っての狼藉かしら。それじゃあ、そうか、お前が秋山忍か。秋山忍、私からカズ兄を奪った秋山忍か。窓か。まあ落ち着きなさい妹。だから私を妹と呼ぶな。黙りなさい妹。それに入ってくるなら玄関からになさい。問題はそこじゃねえだろ。うるさい。何もかもお前のせいじゃないか。お前がカズ兄をおかしくしたんだ。お前のせいでカズ兄は。私はもっとカズ兄と一緒にいたかったんだ。窓か。けれどこうしてたどり着いた。は？あんなに好きだったんだもん。本を読むことを諦めてカズ兄が死んじゃうなんてありえないもんね。そうでしょカズ兄。いいえ、あなたの兄はもういないわ。嘘だ、カズ兄はここにいる。現実を見なさい晴海窓か。私を恨むのはいい、全てを私のせいにするのも。でもね、今のあなたがやっていること、あなたの兄は喜ぶかしら。うるさい。お前なんかにカズ兄の何がわかるっていうの。じゃああなたにはわかるの、あなたの兄が願っていることが。カズ兄の願い。あなたの兄が本当に私の読者だったというのなら、今のあなたがやっていることを喜ぶはずがない。なんで、なんでそんなことがわかるのよ。信じているから、私の読者、そして私の書いた本の思いが読者に正しく届くと。あの男晴海和人はね、私の目の前で死んだのよ。私を強盗犯からかばって。確かに私のために死んだの。流れる血の赤さも熱を失う肉体も私はこの体で知っている。いや、聞きなさい。私はあの男の死を忘れない。死んだ者は帰ってこないけれど、あの男が私の読者だというのなら、私は書き続ける。夏野、誰に忘れられてもただ一人のために書き続けてみせる。カズ兄のために。私は作家よ。私の全てを本に込めて叩きつける。私という人間そのものを本として読者に伝える。それが私の人生、生きる意味。あの男が私の読者というのなら、私の思いを受け止めてくれたというのなら。受け止めた、お前の思いは。私の読者は晴海和人は
今のあなたを許さない。そんなのわかるはずない。でも私はそう信じてる。あなたはどうなの？自分の兄が今のあなたを褒めてくれるとそう信じられるの？目を覚ましなさい、春美まどか。わかってる、言われなくたってわかってる。でも、ちょっと、まどか、何よ！見知らぬ天井がない。ごめんね。君がカズニーのはずないのにね。新稲葉に来ればカズニーに会えるような気がした。だから町衆探して、挙句の果てにあんな罠まで。君があの罠にかかった瞬間、本当のカズニーのような気がしたんだよ。あんなのに引っかかるの、読書バカのカズニーくらいだし。まどか、ほんとダメな妹だよね。そんなことない、お前はいつだって俺の一番の妹だ。ありがとう。私はまだ何が正しいのかなんてわからない。だけど逃げてばかりじゃカズニーと合わせる顔がないから、だから最後に思いっきりぶつけてくるよ。よくここが分かったね。ええ、うちの犬ったらすぐいなくなるから発信機を仕掛けておいたのよ。ってお前もか！で、覚悟はできたかしら？もちろん全力で乗り越えてみせる。好きよ、そういう分かりやすいのは。じゃあマグロイーター、起動！イエス、マイマスター。私の包丁で叩き切ってあげる。ちょっと待て、マドカ、何なのそれ。マグロイーターだなんていい獲物を持ってるわね。うわ、夏野さんもご存知なの？なんだよマグロイーターって、そんな物騒な名前包丁につけるなよ。なるほど、それなら私の部屋まで侵入し脱出することも可能ね。包丁でどうやって？小さい頃から貯めたお年玉を使って、通販で買った特製の包丁だよ。通販で売ってんの？ずっとこれを使ってカズニーのために料理をしてきた思い出の品、絶対負けない。それでカレー作ってたのか、使いづらいだろう。だからお前のカレーおかしかったんだよ。てか毎朝そんなもの使ってたなら俺も気づけよ。あー、ツッコミが止まんねえ。それじゃ始めましょうか。そういえば名前を聞いてなかった。秋山忍ってのはペンネームなんでしょ？夏の霧姫、作家、この万能文具ハサジロウでぶった切ってあげるわ。春美まどか、春美和人の妹、この電動包丁マグロイーターであなたを食い尽くしてみせる。いざ尋常に勝負。ただでかいだけの武器なんて私のハサジロウには通用しないわ。さあそれはどうだろうね。マグロイータージェノサイドモード、形態変化、ジェノサイドモード起動、食材の選別を最優先とする。変形したジェゾ。なかなか見せてくれるじゃない、レモン。庭の手入れくらいにも使えそうね。肋骨砕いて、腹綿取り除いて、三枚に下ろしてあげるよ。超怖いぞ俺の妹。どうしたの妹、息が上がってるわよ。うるさい。まずは一撃。
る。本当は分かってる。こんなことをしてもどうにもならないって。マドカ。カズ兄は死んだ。もう私のそばにはいない。でも私がここで諦めたら、ハルミカズヒトの妹だなんて名乗れない。私とカズ兄の絆がまだここで、こんな中途半端で倒れることを許さない。だからマグロイーターデストロイモード。形態変化デストロイモード最終起動。食材の破壊を最優先とする。大砲飛び道具。この一撃は過去への決別。私の覚悟の一撃。そして新しい未来への呪しとなるの。受け取りなさい、夏の霧姫。出すぞ。受け取りなさい、夏の霧姫。夏の